はい、勝正です。今回の動画は10月のメダカ飼育についてお話をしていきたいと思います。いやー、10月になりましたね。10月になった途端に急にね、気温が下がってきたように思います。まあ、1週間くらい前はね、最高気温30度を超える日っていうのがあったんですけども、ここ1週間は30度をね、超える日っていうのはなくなってきたかなと思います。今日も非常にね、涼しくて26度ぐらいの予報となっていました。いや、ほんとね、これだけ寒暖差がありますので、ちょっとひんやり、しているなと、肌でね、感じます。特に、今週は、最高21度とかの予報の日が、福岡ではありました。ちょうどその日は、関西の方に出張だったので、まあ、午前中だけですね、朝一番、その気温をね、体感したんですけども、非常に寒かったですね。まあ20度とかは、まあ、寒いっていう感じるね、気温ではないと思うんですけども、これだけ寒暖差があるので、まだ寒さに慣れていないなといった感じですね。まあ、そして今回はその寒暖差について、まあ、お話になるんですけども、これだけ寒暖差があると、やはりメダカも体調が悪くなって落ちている個体が2、3匹いました。やはり人と同じで寒暖差があれば体力を使いますので、それで、落ちている個体がいたのかなと思います。そして10月に入ったということで、寒暖差があると。ということで、気をつけたいのは、先日動画でも、お伝えしたメダカの病気についてですね。この時期からね、増えてくるんですけども、白癬病、そして、ワタカムリ病ですね。メダカビ病とも言われるんですけども、その二つの病気が原因でメダカが落ちる、時期になります。白癬病は25度を下回ってきたら、活発になってきます。白癬無視と言われるものなんですけども、26度、27度を超えてくれば、そんなに活発に動ける、病原菌ではないんですけども、25度を下回ってくると、ライフサイクルと、言われるもの、卵を産んで、それがこの水中内に漂って、メダカの体につく。それでまた卵を産んで、体から離れてと、いった感じなんですけども、それが、この時期が一番活発になってきます。この時期にしっかりと体調を見てあげる必要があるのかなと思います。その病気に関しては、メチレンブルーとか、クリーンフリキッドが有効になります。そして、先ほども言った、水カビ病ですね。水カビ病が一番なりやすい病気じゃないかなと思います。水カビ病っていうのは、このメダカの体に綿がついてしまう病気。綿のような白いもやもやってしたのがつくんですよね。それが原因で、メダカが落ちるということがね、この時期は発生しやすくなってきます。それの原因っていうのは、体に傷がつくというのが主な原因とも言われています。この時期に体に傷がつくということは、タモとか網とかでメダカをすくって体に傷がつくと。もしくは、泳いでる時にこのタライとか容器に体をこすりつけて、傷になって落ちてしまうと、いうことがね、あります。なので、ワタカムリ病、まあ、本当ね、この時期になりやすいんですけども、もし体にもやっと白いのがついているのが目撃したら、たっぷりして、先ほども言ったメチレンブルーとか、
クリーンフリジット、あと、マグテンとかもそうなんですけど、そういう感じで、わたかむれ病とか、先ほども言った、白癬病ですね。薬でしっかりと治してあげるということが大切かなと思います。とはいえ、治療を開始しても、間に合わなかったりとか、落ちてしまうということがね、あります。というか、そっちの方が多いです。やはり、早期発見が一番の、回復するための、ものかなと思います。よくネットとかでは、便浴がいいとか言われるんですけども、便浴は体力を向上させるというか、病気に対しては効かないので、しっかりと薬を使ってあげることが大切になります。そして、この時期ですね、もうほとんどね、産卵止まっているんじゃないかなと思います。うちも今日は全部見てないんですけども、止まっているはずです。日照時間、あと水温ですね。の影響で産卵が止まるということなんですけど、一部ね、産んでるかもしれませんけど、今の時期逆算すると、大人になるまで条件が良ければ2ヶ月と考えると、これだけ水温も下がってきてますので、成長させるためにはかなりね、難易度が高いかなと思います。室内を使うしかないのかなと思うので、もうこの時期になると採卵をするのはやめた方がいいですね。越冬できるサイズなんて言われたりするんですけども、1.5 センチぐらいと言われていますけど、大きければ大きいほど、その越冬中に落ちてしまうリスクっていうのは低くなっていきますので、できる限り、稚魚とか張り子、幼魚たちは、まあ、1.5 センチ以上ね、目標に、成長させる必要があるかなと思います。ここ、まだまだ小さい子がいるんですけども、これぐらいだったら大丈夫かなと思うんですけど、できる限り大きくさせていくことが大切になるかなと思います。春にしっかりとメダカたちに落ちることもなく、会うためにも、稚魚、春子たちをね、大きくしてあげる必要があると思います。いや、もうメダカシーズンも、もうほぼほぼ終わりかなと思います。自分が出す餌やりする時間っていうのは、5時半から6時くらいなんですけど、もうその時間は真っ暗、真っ暗ではないですけど、暗いです。そして、帰りはもう餌やりができなくなりましたね。6時には暗いので、もう1日1回しか餌やりしていません。それもちょうどいいのかなと思ったりします。どんどん水分がね、下がってきてますので、そろそろ地域によっては、食不良も意識した餌やりっていうのを、考えていかないといけないのかなと思います。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今回は、10月のメダカ飼育についてお話をさせていただきました。いや、本当にメダカシーズンも、もう、10月で終わり、11月はもう、越冬の準備に入っているかなと思います。採卵もできないとなると非常に寂しいですけども、小さいね、メダカたちをしっかりと大きくしてあげることにね、集中して、本当にこんな感じでまだ小さい子がいるので、春にも会えるように、今からしっかりと成長させていこうと思います。はい、今回の動画が少しでもいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。